ゆうさんの皆さん、こんばんは。こんばんは。河下展開ガールズバンド、みんなのラプソディーです。よろしくお願いします。お願いします。はい、もう皆さん、先ほどのスカイバレット石野家のパンクと続いて、もう本当にすごいかっこいいバンドさんをすっごいね、お召し上がりになったと思うんですよ。もうごめんなさい、ちょっと日本語に弱くて申し訳ないんですけど、ちょっとお付き合いください。申し訳ないです。今笑い起こるとこじゃないでしょ。ちょっとはい、そういうわけですよ。まあね、しょっぱいものを食べたら甘いものが食べたくなる道理と同じで、かっこいいバンド、すごい音楽、かっこいいすごい音楽を聴いたら、もうかわいい音楽を聴きたくなるじゃないですか。ですよね。あ、ちょっと反応がないけど。ちょっと、はい、ありがとう。返事をしてくださった方、ありがとうございます。おそらくスカ部員かと思いますけれども、ありがとうございます。はい、私、おかしかったかな？私、おかしいかな？大丈夫、大丈夫、ありがとう。喋りたかったら喋ってもいいんだよ。大丈夫。まあね、このようにね、もう、みんな女性ですよ。ちょっとベースにイケメンがいますけど、女性です。ガールズバンドです、これでも。はい。もうこんなね、大人数、あ、イケメン、なんか喋りますか？喋る。ちょっとツンデレなイケメンな、ちょっと素敵なベースの方がいるんですけど、すいません、なんかベースばっかり持ち上げてますけど、みんな素敵です。みんないい人です。やったー。いや、すいません、ちょっと喋りすぎたようなので、早く曲やりたいよっていうのがバンドメンバーからひしひしと伝わってくるので、曲をやります。すいません、皆さん、お待たせしました。じゃあ聴いてください。1曲目、みんなの季節。
皆さんどうでした？楽しかったですか？はい、楽しかった人。はーい。ありがとう。素敵。暑いね。暑いね。暑いですか皆さん。ごめん、何を聞いてるんだろうって感じですね。ごめんなさい。はい。まあ皆さんお気づきかなと思うんですけれども、次でなんと最後の曲なんですね。スカの。なんか私がブーイング、私が滑ったみたいな雰囲気やめようか。ちょっと私のせいじゃないんです。ごめんね。皆さんごめんなさい。なんか喋りますか。なんか喋ります。すいません、ちょっとスカの皆さんツンデレが多いので。いやー本当に名残惜しいですね。もっと新入生の皆さんとね楽しんでいきたいですね。あれそうですね。そうですね。ありがとう、ありがとう、大好き。ね、まああれもうスカにまさかと思うんですけど、スカに入部しちゃったよっていう人、はい。お、ありがとうございます。入部届を書いてない人も間に合います。スカは24時間365日、ウルー年なら366日、いつでも入部受け付けてるので、いつでも来ましょう。はい、ちょっとこのままこの時間をね長く共有していたいんですけれども、ちょっとやっぱりなんかみんな早く次の曲やらせろよっていうのがテレパシーでちょっと伝わってくるので、あれ、じゃあ三つ喋りますか。喋らないんだ。あ、でもね、はい、何でしょう。やりましょう。はい、わかりました、やりましょう。いやもう本当に皆さん今日授業終わりの中来ていただいて本当にありがとうございました。今日はゆっくり帰って、早く帰ってゆっくり休んでね、また明日も新幹部会あるので元気に集っていきましょう。ということで最後の曲いきます。葛飾ラプソディ。Yeah!